見たことないけど、カバンって収めるものは収めて、形切るものは形で、まあ、死ぬたわり、の話。冬とか、あれ、古文書会、抜くたわり、うちなんけでなしが、甘け抜くたわり。この、見とこまの。へくな仕事終わって、ゆふろんいち、また、ものかで、人じる、すこいしいよ。心からしがたまたこないさ。行きたいよねって思う、やっぱ。ねえ、うちなんちだからっていうのはあるけど。もったいないとかしょうがないんじゃなくて、やっぱりね、文化だからね。だしね、昔から使ってきた言葉だから残した方がいいんじゃないかなって思うけど。ひおばあちゃんが入院してたんですけど、方言しか話せなくて、もう何言ってるかわからない。お父さんが通訳して、帰ってきた時、お母さん激しくなまってると思う。日本語が上手な外人みたい。ひおばあがあれだもん、方言しかできんから、おばあは方言ってよくできるらしい、普通の表情。表情見直して、でもあれだ、お母さんとかってあれじゃん、聞くことはできるけど、喋ることはできない。ああ、そんな感じって言ってた。おばさん同士でやっぱ方言仲悪くする。やっぱりよ、聞くのもよ、半分たまに分からなきゃあるから。うーん、終わったよ、入り口らしいが、終わった瞬間、ノーけどなんだよや。たまぐみーか、チョコゲーか、あたたらばーて落ちにいか。ああ、そこと、どこが、どこが、そ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 こが、ワンガテメアリアワレオリカコトータバーティアワシャガワレオリカコントラティアヤアウソワリコントラティアシンダコココリシャアベラトルワティラピンスアビンシプルティアラショーテイゴショーテイゴーガヨーサイこの土のシシーさん、方言自体は面白い、聞いてたら面白いさ、なんか英語みたいに聞こえる。なるべく綺麗な日本語を使おうと思うけど、やっぱし汚い言葉とか覚えるじゃないですか。何かやばかよ。フラーやとか汚い言葉はもう飛び交ってるじゃない。終わったはもう標準語で育ってるから、だから親もさ、こう俺たちと話すときはもう標準語で言うわけさ、喋らなくさ、子供が。泊まり所はこうだけど、私は。あの黒板の右端にね、あの標準語使いましょうって書いてある。わったん中国語まで聞いてよ、つくやにやひもごはしげて首からかけてくしんかいてんごし方言ブラタンとこの方言を使いましたんじ方言ぶら下げてや、つげんつく方言つけしんじゃんかきらんねちゃさがいてえな、なかりんかいあかんと聞いごはしつくて、あれだす、親の世代がいるさ、もうずっとハイバルは農業だから、昔から、農業やってる親のところだったらチャー飛び交ってます、おばあおじいがいるところだったら食べれるとか、なんか多いですね、おじいおば一緒に住んでます、住んでます、自分は。同級生とかも、糸満の人とかだと、ペラペラですね、ペラペラ、何言ってるか分からない。ナムジャ。ナムジャ。な、何ですか。どういう意味ですか。ナムジャ。ナムジャ。しかもあっちかんぱち、さかいよあっち。出た、なくなるっていうこと。知らなかった。ベーベーヌマサグサヤ、ハルヌワカム。みんなかな。